お疲れ様です。ラフチャンネルの有馬です。今日はですね、あまり動画には出ない子たちなんですけど、めちゃくちゃ実は可愛がっていた子たちとね、お別れをしなきゃいけなくなっちゃいまして、その子たちに、ね、今日お別れの言って送り出したいと思うので、そちら皆さんにね、紹介したいと思います。はい、その子たちがね、こちらのケージに、まあ、飼育環境に入ってる子なんですけれども、どこにいるかというと、はい、いたいた。ヘルマンリクガメとギリシャリクガメですね。名前まだつけてなかったんで、特にないんですけど、この子たちとね、今日はお別れをしようと思います。この2匹なんですけど、で、お別れって一体何ぞやと、どういうことやと、まあ思う方たくさんいるかと思うんですけど、実はですね、ちょっと一時的に実家に帰ることになりまして、まあ2日とかだったら全然ね、いいんですけれども、今回ちょっとね、5日間ほどちょっと自宅を空けるということになったので、そうなってくるとね、この子たち、草食系の爬虫類とかって、さすがにちょっと5日間野菜食べずに放置は怖いなぁと思ったので、今回ね、今実はこの場にいるんですけど、おむつさんにこの子たちをね、預けたいと思います。ということで、はい、うちの子をよろしくお願いしま大切に育てます。じゃあな、また。 ちょっと茶番が過逆にぎ受けた。取りにくくなりますね。茶番が過ぎた。はい。まあそんなことはさておきね、おむつさんに今からね、持って帰っていただくんですけれども、まあどんな感じで持って帰るのかっていうのをね、お見せしたいと思います。で、この子たち移す入れ物なんですけど、こちらですね、発泡スチルの箱で、下にペットシーツを敷いてます。で、ちょうどね、このタイミング気温がものすごく下がっちゃってまして、今ね、出すと寒いんですよ、この子たち。多分ね、寒くて凍えちゃうと思うんで、見て、こんな可愛い顔してるのにね、ほんと、ああ、可愛いね、ほんと、おとなしい。だいぶね、一生懸命育てた甲斐があったのか、心を開いてくれてですね、仲良くなりました。なので、触ってもあんまり怒られたりね、しないです。はい、ということで、まあ、ちょっと狭く感じるかもしれないですけど、あまり広すぎても良くないので、まあ、こんな感じで、蓋を閉めてね、おむつさんに預けたいと思います。またな。名前がないけど、名前呼んでお別れしたいけど、名前がない。はい、一応ね、空気穴かすかに開けてます。あまり開けすぎると中の温度がね、下がっちゃうんで、わずかに開けた状態で、はい、こんな感じですかね。こちらでおむつさんにお渡ししたいと思います。大切に管理いたします。はい、ということでね、今回ちょっと5日間ぐらいね、自宅を開けるので、おむつさんにね、亀を、リクガメをね、預かってもらうというね、まあ、お知らせ動画でした。普段ね、レオパ、ニシャフとか双子とか肉食系、まあ、昆虫食系の爬虫類に関しては、事前にね、餌たくさんあげてたり、水をしっかりね、入れておいたりだとかして、大体1週間ぐらいね、置いてても死んだりは全然しないです。問題ないんですけど、草食系の爬虫類結構危ないですよね、おむつ。やっぱり毎日ちょびちょび食べてる系のやつらが。ですよね。結構危険だと思うので、やっぱりね、2日ぐらいだったらまだ大丈夫と思うんですけど、結構1週間とかがっつり開けちゃうことがある人はですね、知り合いに預けるだとか、今だとペットショップだと、ペットホテルみたいなサービスもやってるところもありますので、そういったペットショップにカメちゃんたちをね、預けたりだとか、まあ、してあげたらいいかなと思います。他の子たちはね、ちょっと、まあ、4日ぐらいかな、しばしこの部屋で、お留守番ということにはなるんですけど、しっかりね、準備しているので大丈夫かなと思います。ということで、本日の動画はね、サクッとお知らせ動画でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。おむつさん、お願いします。頑張ります。